難読漢字、一瞬戸惑ってしまう漢字の問題が全部で24問です。では始めましょう。第1問、これ何と読む？正解はたたずむ。しばらく一箇所に立ち止まるという意味です。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解はたまさか。めったにないと思われる様です。第3問、これ何と読むでしょう？正解はうつろ。中身がガランドになっているところです。第4問、この漢字何と読む？正解はそば立つ。山などが角張って高く立つことです。第5問、これ何と読む？正解は雷轟。神仏が地上に降りてくることです。第6問、これ何と読むでしょう？正解はほい。庶民着用の衣服です。第7問、この漢字何と読むでしょう？正解は血みどろ。一面に血がついていることです。第8問、この漢字何と読みますか？正解は散りばめる。宝石などを一面に散らすようにはめ込むことです。第9問、これ何と読む？正解はいまいましい。すごく腹立たしいことです。第10問、この漢字何と読むでしょう？正解は勝ち合う。物と物とがぶつかり合うことです。第11問、これ何と読むでしょう？正解は赤涼。物寂しい様子、感じのことです。第12問、これ何と読む？正解は筒がない。無駄だ、身に異常がないという意味です。第13問、
この漢字なんと読むでしょう。正解は寝合わせる、妻として添わせることです。第14問、これ何と読むでしょう。正解は定金、家庭の教訓、しつけです。第15問、この漢字何と読むでしょう。正解は湯あみ、湯に入って体を温めまた洗うことです。第16問、この漢字何と読む。正解はまがい、よく似せて作ってあることです。第17問、これ何と読むでしょう。正解は昔へ、昔、いにしえのことです。第18問、この漢字何と読む。正解は吐く、食べたものや血液などを口から出すことです。第19問、これ何と読むでしょう。正解はずうずうしい、人に迷惑をかけながら恥とも思わず平気でいることです。第20問、これ何と読むでしょう。正解はとっくに、ずっと以前にという意味です。第21問、これ何と読むでしょう。正解は下す、高いところから低いところへ移動することです。第22問、この漢字何と読むでしょう。正解はエコヒー、気に入った人物の肩を持つことです。第23問、この漢字何と読むでしょう。正解はさておき、ひとまずその事柄を問答から外すとしてという意味です。第24問、最後の問題です。これ何と読む。正解は優れる、能力や技量が他より抜きん出ていることです。